諸君は歴史上最も凄惨な魔女裁判をご存知だろうか。1611年スペイン北部バスク地方にある村スガラムルディ。雄大な自然が広がるこの村にサラザールという男が訪れた。100キロ以上離れたスペインの都市から来たサラザールは村を歩きながら住居や住民をゆっくりと観察した。奇妙な顔つき、奇妙な言葉。住民らを見てつぶやくサラザール。そんなサラザールの視線に危機感を抱いたのか、人々は彼を避け遠くから様子を伺っている。睨みつけるんじゃない、私は使命を果たしに来ただけだ。この時サラザールは裁判所からある依頼を受けてこの村を訪れたんだ。サラザールが受けた依頼とは、この村に住んでいる魔女を片っ端から捕らえること。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴミトリ。マドモアゼウ、つけたらすこえも最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だっぞ、言うの。闇人形の闇りですわ。暖かくなってきましたし、バーベキューでもしませんこと。鶏肉、豚肉、牛肉を焼きまくりますわよ。こらこら、バランスよく野菜も食べなさいよ。さて、今宵お話しするのは17世紀のスペインで行われたバスク魔女裁判について。この裁判で法廷に上がった魔女の人数は歴史上最多。しかしほとんどの人が不条理な理由で魔女の烙印を押されていたんだぞ、言うの。魔女の村。遡ることおよそ400年前の1611年、スペイン北部ピレネー山脈にひっそりと佇む小さな村スガラムルディ。異端審問官のサラザールは100キロ以上離れた都市からはるばるこの村にやってきた。異端審問官とは、カトリック教会に反発している異端者を排除するための捜査員、いわばカトリック教会専門の捜査員だ。そんなサラザールがなぜわざわざこの土地を訪れたのかというと、裁判所からある調査を依頼されたからだった。スガラムルディに到着するなり、早速調査を始めるサラザール。村の住民に話しかけてみるとするか。しかし、家の中からサラザールの様子を伺っていた住民は慌てて窓を閉めてしまう。それだけではない。サラザールとすれ違う人々は彼と目が合わないようにうつむき、姿を隠してしまうんだ。聞いてた通りだ。バスク地方、特にスガラムルディの住民についてサラザールはあらかじめ調べていたことがある。それはここの住民は一般的なスペイン人とは全く違う人種だということ。スガラムルディの人々は警戒心が強い。そしてスペイン人らしくない奇妙な顔つきをし、聞いたことのない荒々しい言語を使っているんだ。調査を進めるために少しばかり卑怯な手を使わせてもらおう。サラザールが言う調査とは一体何なのだろうか。それはこの村に今もなお魔女が生存しているかどうかの調査なんだ。魔女なんているわけないですわ。魔女裁判なんて中二病をこじらせたやからの行き過ぎた集団いじめみたいなものなんですから。中世ヨーロッパでは13世紀から18世紀まで魔女裁判が行われていたからね。バスク地方の中でも魔女が多いと言われるスガラムルディに来たサラザールは、ある場所を目指して歩いていった。ここのことだな。サラザールが訪れたのは村の中心部からそれほど遠くない場所にあるスガラムルディの洞窟。魔術の震源地と言われるこの洞窟には魔女が集まってくるという。つい先日までサラザールは異端審問官として魔女裁判に立ち会っていた。裁判にかけられた魔女たちはほとんどがバスク地方で捕らえられた魔女。バスク魔女裁判と名付けられたこの裁判は1年以上もかかって第1弾が終わったところだった。なぜ裁判にそれほど時間がかかったのかというと、バスク地方で捕らえられた魔女の人数が異常に多かったから。バスク魔女裁判で捕らえられた魔女の人数はなんと7000人。7000人も魔女狩りされたんですの。うっかり美魔女や鬼ババが混ざっていたとしても7000人は多すぎますわ。ちょっとしたコンサートホールが埋まるくらいの人数だよね。女子トイレに半端ない行列できそうですわ。そうだね。7000人を裁いたバスク魔女裁判はどのような裁判だったのか、様子を見てみよう。7000人の魔女。1609年1月、スペイン北部の都市ログローニョでバスク魔女裁判は始まった。数人の異端審問官に囲まれガタガタと震えているのは20代の女性マリア。そんな彼女に構うこともなく通訳を介し裁判が進められた。お前は何人の子供を殺したんだ。一人も殺していません。そう答えたマリアだったが、すぐに言い直す。5人殺しました。本当のことを言うんだ。異端審問官の厳しい口調に体をこわばらせたマリアは泣きながら続けた。8人、いえ9人の子供を殺しました。その時母と妹が一緒にいたかどうかは覚えていません。でも私は子供を殺しました。あっさり自分で魔女だって認めてるやんけ。彼女がこう告白したのには理由があるんだ。
魔女裁判では容疑者に罪を告白させるためにあらゆる手段が講じられた。家族を巻き込むなど心理的圧力から始まり、殴る蹴るの暴行、さらには鞭打ちや水攻めなどの拷問も許されていたからだ。拷問の末命を落とす者も珍しくなかったという。しかしバスク魔女裁判では魔女容疑者が生き延びる方法が一つだけあったんだ。それは自分が魔女だと認めること。普通の魔女裁判では容疑者が魔女だと認めても認めなくても処刑されるもの。ではなぜバスク魔女裁判では魔女と認めると許されたのだろうか。その理由はバスク魔女裁判の真の目的に関わっているんだ。バスク魔女裁判の目的はカトリック教会が自分たちの権威を脅かす信念や習慣を抑圧することだった。そのためどんな状況でも自分は魔女ではないと言い通す者を排除しようとしたのだろう。おかしな話だが、私は魔女ですと証言した者が無罪となり、最後まで魔女を認めなかった者には刑罰が与えられたんだ。これはぜひ、私は魔女ですっていうことを強くお勧めしますわ。ところで、どうして魔女容疑者が7000人もいたんですの？7000人もどうやって捕らえたのか気になるよね。魔女容疑者7000人のほとんどは知人からの告発だったんだ。他人を魔女だと告発するのは非常に簡単だった。あの人は神の敬意に従っていない、あの人は妊娠しないようにしている、など主にカトリックの教えに反する行為を告発するだけで、その相手は魔女として捕らえられた。そう、証拠など必要なかったんだ。そして魔女容疑者7000人の中には女性だけでなく男性や子供も多くいた。先にも言ったが、バスク魔女裁判の目的は反カトリックの排除。そのため魔女は女性だけとは限らなかった。こうして集められた7000人の中で有罪を言い渡された罪人は21人、そのうち10人は終身刑、残り11人には火炙りの刑が下された。カトリックに対する反発が強い者たちだったのかもしれないよね。多様性なんて絶対に許されない時代ですわね。残酷極まりない処刑、火炙りの刑がどのようにして行われたか見てみよう。処刑の日。処刑の日には国民の休日が選ばれた。その理由は見物人が集まりやすいからだ。魔女だ、魔女が来たぞ。首にロープを巻かれ列になって街を歩かされる罪人たち。頭を剃られた罪人は懲罰用の衣服を着て、手には大きなろうそくを持たされている。これは罪人を表す屈辱的な格好だった。観衆は大いに盛り上がり、罪人に対して思い思いのヤジを飛ばした。おい、あれはなんだ。罪人の列の最後尾を見ると大きな箱が5つ引きずられている。人が入りそうなほどの大きな箱、その形はまるで棺桶のよう。箱の中を覗き込んだ観衆が思わず声を上げた。人形じゃないか。これは裁判中の拷問で亡くなった5人の罪人を再現した人形だ。そして処刑される6人の罪人は5体の人形とともに観衆が見ている前で生きたまま火炙りにされたんだ。火炙りに対する執着が強い。そうだね。7000人の魔女裁判が終わったけど、その後また魔女探しをしている男がいましたわよね。この悪夢が再び起こるんですのね。よく覚えていたね。さて、魔女を探しにスガラムルディを訪れたサラザール。彼は旅の中で何人の魔女を発見したのだろうか。5000人の魔女。サラザールはスガラムルディを中心にバスク地方を1年半旅して回った。裁判所から徹底的に調査するようにと依頼されたサラザールは、少し卑怯な手を使って魔女の告発を集めたんだ。それは人々にある約束をして回ったこと。その約束とは、魔女を告発すれば自分が告発されたとしても罪を軽くしようというものだ。自分がいつ誰に告発されるかわからない状況の中、サラザールの約束は大いに力を発揮した。隣の家に住んでいる女性が魔女の集会に参加しているのを見た。魔術をつぶやいている人を知っている。こうして続々と集まった告発をノートに記録していくサラザール。最終的に集まった魔女容疑者の人数は5000人以上にも上ったんだ。第2のバスク魔女裁判では5000人も裁判にかけられるんですのね。そうなるよね。1年半の旅を終えてログローニョに戻ったサラザール。彼は早速裁判所へ報告をしに行ったんだ。告発を記録した分厚いノートを抱えてログローニョの裁判所へ戻ってきたサラザール。彼のノートは1万1000ページにも及んでいた。裁判官や数人の異端審問官はサラザールの報告を今か今かと待ちわびている。そんな彼らに向かってサラザールは報告を始めた。皆さんは1時間に 500km 移動できる人間がいると思いますか。いぶかしげな表情で裁判官が答えた。そんな人間がいるわけないだろう。サラザールは続けた。では海に入っても濡れない人間やアリやカラスに変身できる人間はいると思いますか。いるわけがない。そんなことより魔女は何人いたのか、早くそのノートの中身を報告しなさい。苛立ち始める裁判官。
サラザールはノートの最終ページを開いた。そして彼はこのように読んだんだ。魔女はいませんでした。サラザールは旅に出る前から魔女、そして魔女を告発する人々に対して疑問を抱いていた。そしてこのように心に決めていたんだ。旅の間に一度でもこの目で魔術を確認できたら魔女を信じよう。結局バスク地方を1年半旅したサラザールは一度も魔女を見ることはなかった。告発を受けた5000人と実際に会っても魔女が集まるというスガラムルディの洞窟に連日通ってもだ。そこでサラザールは魔女裁判を行うこと自体に疑問を持ったんだ。他人からの告発または自白だけでは魔女の証拠にはなりません。サラザールの主張に裁判官や異端審問官は大いに腹を立て、魔女と同盟していると非難の声が上がった。だがスペインの首都マドリードの裁判所で彼の報告が認められたことにより、およそ2年後ログローニョの魔女裁判は幕を下ろした。普通の考えが通ってよかったですわ。そうだね、ある意味田舎の古い風習が終わったのかもしれないね。最後にスガラムルディにはなぜ魔女が多いと言われたのか推測してみよう。バスク語を話し顔つきも違うバスク人の性格は真面目でひたむき、特に山々に囲まれ孤立した村スガラムルディの住民は都市で暮らすスペイン人から不思議な印象を持たれたのではないだろうか。そしてスガラムルディの住民は一見すると女性ばかりだ。その理由は男性の多くは漁師をしているため何ヶ月も家を空けていたから。女性たちは何をしていたのかというと、山で採れた植物やキノコから薬やお酒を作っていたという。これらのことから呪いや呪術が連想されていたと考えられるんじゃないだろうか。どうして僕だけ残ってるのか不思議に思ってるそこのあなた。夜な夜な一人で動くタイプの髪の毛人形ことミリちゃんは告知のために居残りしてるんだ。こないだもお知らせしたんだけど、実は5月10日にケンとヤミリちゃんが大冒険するオリジナルのお話を公開することが決まったんだよ。しばらく概要欄に2人の生い立ちと出会いを紹介した回のリンクを貼っておくから、まだ見たことないミッドナイトは絶対見てね。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。